遠くの方の空は濁ってる。やっぱりこの土地が特別みたいね。虫歯みの女王ってどんくらい強かったんだ。そこら辺にいるフィルフサが何十体も束になったような強さだな。そんなに。俺も戦ってみたかったな。みんな敵だよ。タオさん援護します。もう一度フェデリカ、これでおしまい。前に出過ぎないようにね。まだまだまだ。もう一度はっ、トライ。任せてよライザー。もう一度ライザー、よし今ならいけそう。レッドライザー、お見事です。どうだ、当てるよ。もう一度今なら、せーの、終わって。クラディア、よろしく。鍵が作れるんじゃないかな。お願い、タオ、サポートを任せて。まだいける。行こう、ライザー。よいしょ、飛んじゃって。見えてる、今なら攻撃が通るかも。よいしょ、いい判断ですね。クラディア、冷たいの効くよ。これも当たって。よいしょ、今なら攻撃が通るかも。やったね、クラディア。フェデリーカ、前に出過ぎないようにね。タオさん、援護します。当たって。みんな気をつけて、強い攻撃が来そうだ。お願い、蹴っ飛ばす。それ、冷たいの効くよ。続けるよ、3発目。無理がなくったって、今なら攻撃が通るかも。みんな、まだお疲れ、強くなっちゃったみたい。皆さんの力で強くなれたみたいだ。少し強くなってました気がします。どこかに連れて行ってくれるみたいだ。それ。いや、まだ行けるよ。手伝って。ありがとね。歯が鋭いのもあります。指を切らないように気をつけましょう。
剣見つけた。ワクワクするよね。もらえるものはもらっておけ。フィルフサみたいな隙の少ない敵こそ焦らず隙を待つのが重要なんだ。ワクワクするよね。おお、参考になる。言われてみれば焦って戦ってたかも。何が入ってるかな。やりましたね。自然と気が引き締まるんだよね。フィルフサは強敵だが、それだけじゃなく何かあるような。人間の世界とは異なる空気だ。緊張してもおかしくはない。ここでよろ。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。ここにいると思い出すな、いろいろと。世の中には二つある。さっさと忘れていいことと、忘れてはならないこと。えい、胸に刻み込んでおくのは悪いことではない。
この時間は気温が高くて体力も奪われやすい。気をつけろよ。あそこに立ってるやつは何をしてるんだ？気になるな。えい！みんな、敵だよ。よろしくお願いします。ライザさん、おしまい。グリーナ、一緒に行くよ。この私の戦略だよ。もう行くよ。クラディア、よろしく。なんで？連続見えてるよ。
今なら攻撃が通りそうだよ。みんなに力を与えて。ホウさん、素晴らしい判断です。当てるよ。もう一度。今なら当てるよ。そうだって、私の全力だよ。せどうだ。最後だ。この敵から鍵が作れるんじゃないかな。力を集めて、高めて、これで今だ。これでおしまい。ラストステージ。みんなお疲れ様。まだまだ強くなっちゃったみたい。皆さん力になれるよ。強くなれたみたいだ。まだまだ戦えるぜ。さあ報告に行こうぜ。どれにしようかな。入れる場所は、どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。なんか変わるかも。入れる場所は、入れる場所は、何入れようって。材料はどこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、材料は、何入れよう。考えすぎかな。いい感じじゃない。よし、いけ。どれにしようかな。入れる場所はどこに入れよう。考えすぎかな。材料は、材料は、材料どこに入れよう。何入れようかな。材料は、入れる場所は、何入れようかな。入れる場所、材料、なんか変わるかも。何作ろうかな。これも再利用よね。どのくらい作ろうかな。よし、いけ。必要なのはどれにしようかな。
最終カット、よし行け。これなら十分ね。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、うん、バッチリ。必要なのはどのくらい作ろうかな。よし、うん、バッチリ。必要なのはどれにしようかな。どれにしようかな。材料は入れる場所は考えすぎかな。何入れようかな。材料は材料は何入れようかな。入れる場所は材料は しようかな。お、お、緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。どんな素材も無駄にならないからね。戦う準備はできています。行きましょう。ほう、うん、何年かこの地に腰を下ろしじっくりと調べてみたいものだ。
これも使えるのか。さあさあ集めちゃいましょうね。この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。どのくらい作ろうかな。よし、行け。必要、どれにしようかな。入れる場所は、レベルアップ、考えすぎかな。どこに入れよう。何入れようかな、何入れようかな。材料は、入れる場所は、考えすぎかな。どこに入れよう。何入れようかな。材料はどこに入れよう。考えすぎかな。どれにしようかな。いい感じじゃない。何入れようかな。材料はいい感じじゃない。よし、行け。どれにしようかな。何入れようかな。入れる場所は、考えすぎかな。どれにしようかな。よし、行け。こんなところに。異界にも比較的正常な場所が残っている。それが分かっただけでも希望が持てる。魔物が固まってるな。やるか。
みんな敵よ。トウさん援護します。見えた。フェデリーカ、前に出すぎないようにね。これは冷たいよ。もう一度最後のリベンジ。任せてよ、ライザ。私に任せて。ライザさん、お見事です。冷たいのもいいから。まだいける。冷たいよ。最後の一発。それあたしたちの勝ちだね。問題ない。何が入ってるかな。ワクワクするよね。何度経験してもワクワクするね。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。ライザなら有効活用してくれるよね。ちゃいましょうね。とりあえず。集めておくか。使えるのか。セプトリエンだ。無限の可能性を感じる。ある植物は避けて慎重にな。これでいいだろう。見つけた。
ここが狂気の暗窟。名前の通り、おどろおどろしい。フィルフサだろうが何だろうが。二人とも、フィルフサを舐めてはいけません。さすがバティ。そうだね。試練にせよ、依頼にせよ。集落で聞いた話だと、王が潜んでるっぽいし。うん。パティは王っていうのとも戦ったことがあるの？ええ、恐ろしく大きくて凶暴で、正面に立つだけで震えるようなやつだったわ。ああ、俺だってできればあんなやつとは二度と戦いたいとは思わねえな。チヨー！道があるといいな。あ、発見。またよろしく。お、気づいたか、レント。これならどうだ。お前ら大丈夫だな。はい、なんともありません。俺もまだまだいける。あ、なんだここは。奥に何かある。いや、いるぞ。こいつフィルフサの王？大きさからして間違いなく王子だ。でも、なんだろう、前に戦った王子と雰囲気が違う気がする。タオさん、どうかしましたか？このフィルフサ、誰かに手を加えられてる。何かの装置みたいなのをつけられてる。あの装置、かなり古い時代、神代のものか。なんであれ、戦いは避けられないらしい。お前たち、攻撃に備えろ。こんなとんでもねえ化け物を、神尾の奴らはどうするつもりだったんだ。ぶっ倒してから調べるさ。なあ、ライザ。行こう、みんな。
今なら鍵が作れるかも。よし、今ならいけそう。やったね、ライザー。これフィルフさんにつけられていた機械ですだね。それにこの機械、なあ、ここに本が落ちてたぞ。なんて書いてあるんだろう。これってフィルフサを調べただと。うん、どうやら、ま、形質に一貫性のない軍隊生物フィルフサの正体は白い外皮そのもの、寄生外核とも言うべき種である。フィルフサは生物、主に移動可能な動物に取り、虫に取り付けば虫に、獣に取り付けば獣の形となる。種を問わず戦力への変換が容易であり、他種の生存、つまり神代の民はその機械をつけてた。そういうことだね。この機械は狂気の源泉、どこからか送られてくる力の狂気の源泉。その力はフィルフサの心臓にあたる生命核に送られ、生命核、それだけじゃなく繁殖期の習性を利用して、これは錬金術で生み出されたもの。錬金術師がやったの。しかも異界の各地、多分まるでフィルフサっていう種を乗っ取る。攻撃性も増大させていると。まさか大進行という生物の集落の人に聞いた異界者のやったことがこれ。生き物に命に対する誠意を感じられない。カラさんは単にここのフィルフサをおとなし、十分ありえるな。ただの害獣討伐を試練にするような、我々がこの悪意の仕組みに気づくかどうか。いや、これはどういう状態です。わからない。でも絶対まずい。そうか、受け手が破壊されたのに変わらず膨大な力が送られ続けて。みんな急いで離れろ。神よ、しょうがないよ、今はカラさんのところ。ああ、もうすぐ到着らしいな。奥からすげえ圧を感じるぜ。ほう、一度戻るしかなさそうですね。王子は倒しても
フィルフサが消えたわけじゃない。ここを出るまでは気を抜くんじゃないぞ。フィルフサみたいな隙の少ない敵こそ焦らず隙を待つのが重要なんだ。おお、参考。フィルフサのこと、フィルフサがされたこと。おお、もしかしてカラさんが言わなかった情報って私の話に出た神代の民とか。合格じゃ。よくぞ怒り、よくぞ気づいた。ここからは年寄りの昔語りじゃ。お願いします。かつてこの地に開いた竜の風跡から現れ、一帯を荒らし尽くした神代の民の一派がおった。キャツらは恐るべき破壊力を持つ兵器で武装し、凶暴な祖我ら王連族と長きにわたり戦い続けた。ついに竜の風跡の秘密野放しにしてなるものかと挑んだ決戦のさな、キャツらは欲望と知識を結集した根拠地を丸ごと抱え、古竜を模して。根拠地はキャツらの傲慢そのままの名を冠しておった。いわく万象の大帝。いかにあれはそなたらの語る夢物語ではない。崇める神を持たぬ軍勢で神殿を称するとか称しような。ネメドの遺跡でもおそらく戦争があったんだろう。知識にとらわれ周りなど、それがお主ら今を生きる錬金術師にまで責任を背負わせる気は毛頭ないが。ふん、知識が何だって言うんだ。おお、小気味よいことを言う小僧じゃ。誰が小僧だ。お前の方が小さいだろ。その万象の大天が何食わぬ顔をして。現物を見てみぬことには何とも言えぬがな。後進を取り込みさらなる繁栄に邁進しておるのか。もしかするとカーク群島のどこかに。ライザー、大丈夫。アンペルさんとリラさんを連れて空剣島に帰ろう。帰る？あのカラさん。おお、わらわの剣の後になどと言うておったな。はい、実は尋ね人じゃない、尋ね獣。ふむ。1年ほど前、どうしようもない事情でこのオーリムに返した。なんと、そやつこそ風跡を解明せんとした神代の民に乱獲され、今は深山に去ったなだめの聖者。え、フィーが、うん、万象の大天に狙われ、なだカラさん、なだめの聖の庭という場所が。言われてみれば焦って戦ってたかも。水が戻った聖地も今頃は。お帰りなさい。さてと、何をしよう。
冒険。必要なのは何作ろうかな。よし、行け！これなら十分ね。